ギャルガンには、インティクリエイツ発売のゲームソフト。プレイステーション o 4ニンテンドース o s w 版が2018年3月15日に発売され、PC が7月20日に配信開始。ギャルガンシリーズの4作目。スウィッチ版は、シリーズ初のニンテンドー製プラットフォーム向けタイトルとなる。本作の物語は、ギャルガンダブルピースの直接の続編にあたり、 ゲームシステムは先に2017年8月リリースされた SteamVR DMM ゲームプレイヤーバーチャルゲート向け3作目ギャルガン VR に準拠している。電化版に2020年11月19日に発売されスイッチパッケージ版のおみ本作の発売から間もなく Steam 版のプロパティから起動オプションコマンドに VR を記述すると ゲームを起動するときに VR モードへ移行するという抜け道の存在が指摘されていた。ゲームニュースサイトゲームスパークからの連絡を受け、インティクリエイツはこの抜け道が不具合であることを認め、修正に入った。その後、2018年11月29日には、スティーム向けの DLC コンテンツとして、本作の全要素を VR 化できるドキドキ VR モードが配信された。 ある日、主人公は学校にいたところ、彼のスマホの画面がピンク色に光る。すると、小包が突如届き、中からおもちゃの銃のようなものと不思議なゴーグルが出てくる。フェロモンゴーグルを被ると、天使のリースが目の前に現れる。主人公は悪魔を撃退するため奮闘することになる。主人公の名前は決められていないため、便宜上、主人公とする。 深縁姉妹はサブヒロインだが攻略ルートはない。呼び出しやドキドキモードは可能。本作は前作同様約60人いるが、一部前作のモブキャラクターは登場しない。主人公の呼び方は、君、あなた、あんた、少年、ご主人様、一年生のみ、先輩など。また、前作同様隠しモブキャラクターであるマイペースな幽霊少女。 幽霊や幽士にも登場している。ママキタ画面は従来作と違い、コマンド RPG からシミュレーション ADV に変更されている。本作はプレイステーション o 4向けのソフトとして開発をスタートし、途中からスイッチ版の開発も始まった。伊藤は大変だと思いつつも、持ち運びのできるスイッチとシューティングゲームの相性は悪くなかったと前日のインタビューの中で振り返っている。 本作のシステムはギャルガン VR で見送られた要素や寄せられた要望を突き詰めて構築された。本作は第一作からシステムが大幅に変更されたためナンバリングタイトルとなった。本作の開発に参加したデザイナーの伊藤大典はタイトルの付け方には悩んだと電撃オンラインとのインタビューの中で明かしており順番でいくとギャルガンさんでいいんじゃないの という話もあったのですが、ダブルピースというタイトルには数字の2が入っていないので並び的に美しくないと思いました。重力ただこういうリアクション、ファンからなぜ3ではなく2にしたのかという指摘が来るのは予想していました。それを含めてネタになるし、これもギャルガンっぽくていいだろうという結論になりました。と振り返っている。本作の開発には アンディアルエンジン4が用いられており、同エンジンによって開発がしやすくなったと、伊藤はインタビューの中で振り返っている。本作に登場する近藤チルの役には、松田理才が起用された。松田が当時通っていた、日本ナレーション演技研究所の卒業生たちがギャルガンに出演していたことから、松田は同作に憧れを抱いており、出演が決まった時は、 周囲から祝福された気分だったと、電撃オンラインとのインタビューの中で振り返っている。松田は収録の様子について、オーディションの時点で喉が万全ではないと考え、本番でそれを果たそうとしたところ、可愛くなりすぎだと指摘されて驚いたと話している。また、指示を出すスタッフが真後ろにいたため、恥じらう様子が見られなくて、演じやすかったと話す一方、 喘ぎ声が難しかったとも話している。松田は、主題歌である、乙女の欲望デンジャラスの歌唱にも参加しており、パフォーマンスにあたってはチルの性格を踏まえた上であえて、うまく歌わないようにしようと心がけたと話している。2018年2月8日、インティクリエイツは、ドイツのソフトウェア事前審査機構が、本作の審査を拒否したため、 本作をドイツで宣伝したり販売することができなくなったことを明らかにした。日本国外での販売を手掛けるピキューブはライスデジタルに寄せたコメントの中で失望感をあらわにした。オートマトンのタイジロ山中は USK が本作で新たに導入されたデビルスイーパーを問題視した可能性を指摘しつつもこれまでクリミナルガールズニアバルキリードライブ ビリクヒューにマイナスがドイツでの発売を禁止されたことを踏まえるとやむを得ない判断かもしれないと述べている。ありがとうございます。